ゲームプレイヤー。キャラクリだけした感じかな。で、チュートリアルあるよ。ある、結構、チュートリアルあるの。人仮分ぐらいのイベントいい。やっとけよかった。1時間ぐらいあるかも。マジで？普通に最初のストーリーやらされるから、導入いきなりオンいけないの。どうなんやろんな。チュートリアル終わってから解放された気するけど、スキップできるのかな。ちょっとわからない。まああれやったら終わってからまた呼んでもらって。そうね、じゃあまた呼ぶわ。うん。1時間？じゃあ、わからん。まあ、どんぐらいやろ。あんま時間見てなかったけど。わかったわかった。うん、まあちょっと飯食うわ、じゃあ。はいよ。さすがだ。例の服着か。すげえな。ひどいな。髪く全然いじれんの？いじれるじゃん。マフラーあんのか。これはめんどくさい。ここら辺いじりねえか、体型。背面の色ちゃうねん。あ、もみあげがひげになったの。四角いな。なんで目の色じゃん。めちゃくちゃめんどくせえ。
ちょっと面白い。これいいや。見えにくい。あ、かわいい。めっちゃかわいい。ここめっちゃかわいい。めっちゃ可愛い。アイル、これいいな。ゲンガンのゲンは厳しいだよな。あれ？ゲンガン。ネガ。買おっか、ゲンガン。厳しい顔なの。敵
で基礎から学ぶか。君のことを聞いている。今日呼ばれたわけはわかるかな。はい、禁足地の件ですね。うん、ここよりはるか東にかつて大国があった。千年の昔に滅んで無人となり、以来立ち入りが禁じられている。今は文献に記録を残すのみだ。だが数年前、一人の少年が保護された。彼は森人の一族を名乗り、里に暮らす人々の存在を語った。信じがたいと学術院が揺れているのは知っての通りだ。文献にその里の記録は？皆無だ。ただ彼のペンダントは未知の物質で作られていた。次に少年保護の経緯だが。はい。当時とあるモンスターが里を襲撃、彼は単身逃げ延びた。だが使った地下道が崩壊、その後我々が保護した。以上だ。人々の安否は？不明。モンスターの情報を。なんかに似てんだよ。不明だが、学術院の見解ではすでに滅んだモンスターの可能性があると。絶滅種。ギルドは森人一族の救助とモンスター白の護衛の調査を決定した。君を禁足地調査隊ハンターに任ずる。解明しました。森人の里を目指すには現地の調査と案内役が不可欠だ。そこで君に頼みがある。アルマと申します。大丈夫？場所があったらベースキャンプを作るって。腕が鳴る。すべてはそこからですね。頑張ろう。見つかるといいな。
ぞ。カラゾウ。勝手に飛んでくれるんや。 3DS の DS っぽい。爆弾出せるよ。心配ないよ。スマホよ。スマホ用か。驚いた。本当に人がいるとは。蒸留所の意味。どうしよう。お兄ちゃん。お兄ちゃん。武器追加せんかったやん。セクレトで。あいつが来て。あ、でも まだ分からんのじゃね。でも。お兄ちゃん武器使わせんねんねあいつってさっき増やさんのか な, かな確かにね、うんうん、お兄ちゃんはどうしたの。武器多すぎやからまあ私は逃がして一人でまずくない。お兄さんはどこに。セクレット。お兄ちゃんの匂いを覚えてる。
行こう。声比較したらあれになるよ。ええ、皆さんはベースキャンプでしょう。サンドイッチマン、伊達になる。富澤？あれ？伊達か。富澤。声比較だ。絶対そう。富澤感が。声あんまいいのなかったよ。なんその超音程調整やからあんま良くねえよな。変わらんやん。お願い。この人をお兄ちゃんのところに連れてって。じゃあ見つけてくるね。俺大金渡されて困ってる。主人公たちとか。気をつけて。これジエンモーラン戦がありそうな気がすげえする。まあ砂漠戦あるかな。砂漠戦やん。念のため準備していきましょう。マフサの毛のアイルを、はい、毛の長さ選べる。あ、もっと選べんの。キチェンジか。了解しました。こちらから選べます。おすすめ無視してガンも自分でも選べ。まあいいや、こっちやろう。いい加減チャークとかスラークで始め、ガンスはガンスだ。周り吹っ飛ばすけんな。こっちでは武器の使い勝手を試せそうだよ。修正してきそう。武器の感触を確かめたら出発しましょうか。飛ばさんかったら強すぎやしな。武器を変えたくなったら一時キャンプに行こう。ああ、もう操作忘れとる。操作忘れとる。ザーソーしとる。花釣りできん。でかい。ほら。あった。買いますか。ハンターさん。お疲れ様です。砂原で土砂熊という気性の激しいモンスターが確認されました。このモンスターは群れを作る可能性もあるようです。被害が広がる前に。ターゲットに印をつけ、よかったら。了解した。武器の選択はお済みですか？あちらのテントで好きな武器種を選べます。メインとサブ、それぞれに武器を装備できます。
状況に応じて使い分けてください。サブ武器に変えれんの？あのチョコボか。武器サブ武器に持ってきてくれる。いやあれか、ガンナーでやるよって弱ったら剣に変えて尻尾切るとかもできる。そうそう、だけハンマー使いの人は尻尾切る時を尻尾切れちゃうって人。貼り付きちゃんパンパンゼミできるんか。どうなんや、基本も一緒じゃないぜ。ある程度要素はできることで、より弱くなってそうやけど、武器も結構装備あるのよ。めちゃくちゃ強そうね。いや、お、お供武器もフリルあるじゃん。がっつり食わんのやなちょろっと食うんやろ。どこで合流するんやろうか。なんか解禁しましたって出るけどな、オンラインさロビーみたいな。オンライン解禁みたいな。でもオンラインにはなっとるっぽいよ。なった、オンラインモードになる。覚えるの大変やな。覚えたらいいんやけど、いるまで。この感じ天候が変わりそうだよ。
発。じゃあなんか俺リンクパーティーってなったんだけど。そういうことなんや。ここロビーちゃうのか。ロビー、ああそうやな、そういうやつやな。それでどっかカードに勝手に飛ばされたら人もとこついたけど、クエ受けたら合流するんじゃないかなと思うけど、あ多分リンクメン、俺が貼ったらリンクメンバークエストが出るんじゃん。ホットハンターの パスワード設定ありで、とりあえずフリークエストとフリーメンバークエストでいいの？リンクメンバークエストかな。まだ見つからんな。ロビーメンバー？リンクメンバー？どっちでもいいんじゃねえか。あら。支給品です。これを利用しましょう。こんな人も。交代あっつんからいけない。メンバーメンバークエストが来てない。他人のとこ入ったん。大丈夫ですか？あのボスはやはり危険です。しっかり準備してボス個体を狩猟しましょう。ええ急その受注が人のやん。
クエスト、ん？土砂雲を狩猟するっていう。土砂雲もうこのエリア受けなくていいんかな。この、ま、エリアにおればいいの。あっつんここにおるん。クエ張っとくとこにおるけど、キャンプ前クエ、クエが俺のクエがないっぽいんだけど、だからロビー、他のロビー、ロビーの張ってるクエはあるけど、俺のクエが選べんねん。選べない。でも土砂雲を狩猟するってあれじゃもう貼られとるから、このマップ自体がもうそこまだチュートリアルかもな。分からんけど。うん、あれが右上にまだあれが出とる。ダメージ当てるとクエストが始まるっていう。あいや邪魔じゃ。始まった。これで発音入れないせんの。
強そうな。お、電気系や。完全に整理や。悔しいか。チェッカーバックス。あんな強そうな。1ダメージ顔見える逃げてばっかやな。僕トグの時計間違えるな。大爆発してる。大小屋し玉ってやつ。また逃げたんだ。カンカンカンで全員だな。
うわぁ、ターンしないでござる。そう、こんだけやってターンしねえか。逃げた。足引けた。モンスターの落とし物がありますよ。どう？鉱脈も乗りっぱでできるね。じゃあ遠くまで拾うな。ミントボールもいらんのか。爆弾設置。爆弾ある？爆弾置いたぞ。さっき使ったよね。ああ、これで補充効かんのか。これまた最初使ってなかった。爆弾やけん、あれ一緒、いいよ。お前か、いや、今傷口どこや？どこや？あれ、マークとしてはマンゴーだ、出た。やばり倒されたいや、うわあ、死ぬ。距離感だ。槍にハマっと。空振りから、なんか中央に敵を捕らえられるね。ロックオンしても攻撃したら外れ？なんかロックオンしたままにならんの？なんか普通にやってる。ロックオンと一緒ってガン内容なんか殴っちゃいけねえのか。ワープできんのかな。終わったら戻る。これ回復、あの補給ボックス見れてないんやけど。ああ、どうなんや。次、いろいろ。給品ボックス見当たらんかったな。
ドリンクとか。ファーストトラベルで俺はなんか勝手に戻ったな。オンワールドのなんかノラのやつも倒せる感じやな。一度分なんか視点が変わるよな。あ、クエスト勧誘通知を受けたリンク名を自動でも勝手に入るって書いてある。取り合いにはならんのか。優先で多分即フリークエストが追加された。やるか。これやると多分緊急出るんじゃない。多分始まった瞬間ハッツも始まるんじゃない。お待ちしています。で勧誘が来ました。多分もう勝手に参加になると。開始します。支給品です。これを利用しましょう。玉木と音も入るんか。2人まで OK。 あ、サポート呼んだ。あ、サポート、サポート来たね。3人目さあ、行くぞ。Right.
わお。そんなもんじゃないだろ。ハンマーはいはい。整えよう。ショットがいいってこと。さあどうする。運動中にアイテム拾って、うん、今寝た。ラモン死にかけ。ラーちゃんみたいな寝方して。ダメさんや。音で起きなくない。びっくりして起きたみたいな。一人で教えろよっていうノリがあるんだ。ただ結構先のような気がするけどな。で、さすがもうオンライン慣れてるラグとかそういうサーバー障害ないな。すごい。あ、でも今 PS のその会員だけやけんな。これで先行で終わったら、あの Steam やらなんやらでみんなが一斉に入ってくるけん。クロスプレイだ。Steam のチーターが入ってくるかもしれない。すげえ装備。見たこともねえ装備のやつが入ってくる。ワンパンキルしてくる。物質収容するにしたいけど。ああ、ほい、それだけ終わっても、うん、そうそうそう、ノラやと通じんなのか。マークがいるな。これデフォルトで全て受け取るでいいと思うんやけどな。もういちいち選ばんやろうになれ。これいるこれいらんって素材。カバンパンパンどうするの。ああ、これだけいるみたいな人が出てくるのか。選ぶ手間の方がもっと強い。サポートが強いわ。カドプロ班仕様な。一人で多分一人が一番良さそうな気するな。好きなソロ。ソロでも、うん、強いよこれソロで。スイッチみたいに NPC 連れていくのが一番いいかも。ああ。同級園オンにし。ポート切った。ああ。多分サポートが優先されるっぽい。最初どっちも OK にしとった。もうなんかすぐ入っていこうと埋めてこのやろな、すぐ。あ、まあ、でもその状態にして人が入ったらサポート消してくれりゃいいな、後から。そういう入れ替えは難しいな。本当のバツナギ用のサポート。
まあいいやっていうぐらい優秀やだっけ、いいか。あ、そこボートにあるんや。月曜日が一番いいよ、精霊のカゴつい。とりあえずカゴと早食い系のやつにしたけど、休みなく。え、カゴ3が発動。お疲れ様です。早食いに。緊急乱入みたいなのあるんかな。緊急依頼みたいな。あ、とりあえずあるやつ。出発地点選べるな。敵の場所調べ分かっとったら僕攻めれんのか。最寄りのところに。うん、出発地点選べるってなんだ。あの出発地点ベースキャンプ旅行したら好きな場所に。キャンプ3カ所あるわ。好きなとこでいい。3カ所ある？ここ出発地点横押せばベースキャンプ以外もやる。場所が相手がわからん。相手の場所。ああ選べるな。3カ所か。ひと狩り行こう。本クエストを開始します。準備はよろしいですか？一緒に乗せて。支給品です。これを利用しましょう。いやー、罠に使えそうな地形があるね。めっちゃ痛い。入ってこないのでわからんのやろな。
ってる位置がなんかずれてる感じなんだよね。なんかもうちょっともう一歩踏み込まんと当たらん感じだよな。体でけえけ適当に打っても当たりそうな感じだよ。当たり判定小さく感じない。強すぎた感じ。ちゃんと 判定がなった。ああ超減る。え強えぞこいつ。やっぱ俺の装備がまずいのかもしれない。相性が。サトシはさすがにいいや。転んだ。距離が食らったー。距離が来た。しながら逃げるか。逃げるか。ショ。破壊扱いか。割れた感じか。ガンダでバシバシ初手が打ってたらいいんだけど。けどいやでもダッシュで逃げる。
こんな広場に、罠のような景色、こんな広場に。お、絡まった。やらせぎよ。チュートリアルみたいな。飲みタイムか。久しぶり。ゆとりシステムやな。じゃあもう。死ぬ死ぬ。キャンプ。うわ。キャンプ地戻る。黒マークついとんなってきた。死ぬぞーみたいな。マジかこいつ。な、練習後手か。つけたら、まあ、あの集合しあのワープとか分かるかな、敵の場所が先に最近。やっと。この受付嬢お姉ちゃん見に来よう。気づいてきた。女の人おるなと。依頼管理。ここで受けれるんじゃない。した確認しよう。
いやらしい。嘘嘘。一匹。あー、クワダメだ。そうそう、スラークチャークは強くなってる。上位っぽいな、素材がもう上位か。はい、ちょっとな、ライトボーガンとかも弾ガンガン補充してくれるのかな。全部ハンターランク1以上の組み、あ、特にどうこう星4やからいっちゃん強いんかい。ライゼックスみたいなやつ。わかね、もうみんなあれだけしかやることなくなって、枠までボケーとしとこうか。いや、それで悲しいの。まあ、はい、それこそ上位の敵やろうな、そいつ。改装備でチャレンジみたいな感じなのかな。倒せるか倒せんかぐらい。ガスリンガーの弾も増えたな、いろいろ。フリーズスキルっていうのが。なし装備揃えて、ああまあアイスボーンじゃねえけど、あれもそうやったね。はい、前のやつもシリーズ。ウバゼリアや操作が成功したら、こウバゼリアなんか怒ったことねえやけど、敵とって敵とツバゼリアすんのか。ツバゼリア、めちゃくちゃあるじゃん、99。最高の料理。
ちゃうぞ。今日は決めるか。あとやることなく、その飛竜を湧く街っていうクソみたいなずっと参ってる。お疲れ様です。なるね。ギルドの要請により本任務を開始します。支給品が届きました。ご確認ください。キャンプを建てられそうな場所がある。キャンプ建てられそうな場所があるって言った。どこ？開放がある。うん、キャンプできそうだな。まあまあ何か所かできそうや。ここら辺走るときに言い始めた。危険な場所だが、簡易キャンプを建てることはできそうだ。キャンプ設営キットとか持っとる。核用ネットとかセットできる。服のとこか。服のとこで上を押せば多分。これ何をおっしゃってる？指台のとこで何をおっしゃった？まだできんね。キャンプ設営キットってあるやん。あるけど選べんの？まだ使えねえ。あ、みじそう。やっぱソロの時だけかもしれない。さっき輪っかが出とったけど。私も素材を集めました。一時保管ポーチのご確認を。よし、間に合った。お手並み拝見。落ちた。
カーラが全部管理を解散だったブッと落ちた。誰かが入ってきた瞬間落ちたの。不安定。データぶっ飛んでた。ちょうど弓めっちゃ弱いなって思ったから戻ろう。フルチャして6ぐらいしか出なかった変えたら敵変わるんかな。変わんじゃねえよ。また誘ったけど。あ？リンクパーティーになってるはず。なってる。お疲れ様です。任務に役立つ支給品です。ご利用ください。俺んとこ？ああ、そう。こっちだよ。
キャンプを建てられそうな場所があるな。ダッシュしてたら多分アイテム拾えんわ。ガチ殺し来たね今。
しい。V 破壊や。中やから難しいな。逃げか。で、できる誰もいないロビー作ってそこでやったほうがいいです。まさかの双剣技。縦一線全部切りつく回転しなきゃいけるやつが242回ぐらいで。みんな双剣。うん、双剣結構基準基準のあれでコスパも良かったもん。かける。とかそういうあれがおるんやろ。ハートやろもう飛んだワープしたもん。そっちの誰もいないロビーに行きゃいいの。ああおるんじゃねこのオランジュ7番一番奥地のなんか寝床みたいなとこ、なんかコリューがいかにも眠ってそうなとこ。俺んとこおらんのよ。あっつもおんの。ああそういうことか。ここの戻ってるとこが違うのか。普通に殴ったら多分俺上発生するか殴ってきたら。あ、でも10、もう10分ぐらいしかない。でもロックオンしたら逃げんねんじゃない。上クエ用のあの帰っていくやつやから、クエスト受注したらさすがに逃げんのじゃん。
な勝手に殴ってるかい、うん、アップクエストが発生しました。一回食ったらさすがにダメなんじゃん、うん、上が終わるまでは。じゃあ殴り始めます。ちょっと待って、 なんかライトボーライトボーかな。そっかり何をすればいいの？あの受付のとこ行ったらなんか俺は受付のとこで一日受けようって。ええ、よっしゃ。なんか通知が出た瞬間ボタン押したらなんかいけそうな気するけど、何ボタンかが全然わからない。ショートカットありそうなんやの。え、もう今日で終わるな、ワイルド。今回の任務に役立つ支給品です。ご利用ください。あそこなら簡易キャンプが建てられるかもしれない。プレステプロ勢できんなら5プロ勢。あ、そうまだ発売した頃にベータ終わっちゃう。あ、飛んどる。で、こんじゃん。
サポート呼ぶにしてる。そのだけ。で出してね。ねえな、こいつは。ガンナクソ やべえよ。うわ、いった傷口破壊でガンナーやりやすいんじゃねえ。撃てばダメージが楽やんな。フリーズして五感ごとなって、クリスト落ちたな。いやあ、めえ。いや、死ぬやつや、死ぬやつや。殺されるやつや。帰るやん。あの人、はい、体力ゲージね、はい、うまいのってるか。重い、処理が重い。めちゃめちゃ動きが遅いって。回転か。めちゃめちゃ動きが遅いやつね。
数が入っちゃう。あぶねえ、殺される。距離シビアや、結構離れる、ちょっとでも離れるとダメージいらん。結構メリコマンド。何やろ、電撃凍結かな。凍結結構いい感じでダメージ。逃げたぞ、これいける。終了、終了。でも弾の補充してくれなさそうやんな。なんか定期的になんか使えるようになるんやな、これ。なんかさすがにこいつ弱点で電撃なわけな。めっちゃ引き引き引き、はい、私も素材を集めました。一時保管ポーチのご確認を。マジギレひた調子さとやってきそうな気がすんだよ。ベルキュロスみたいな、タッチダウンみたいな。急に、そうそう。真上に飛び出すわ。うわぁ。多いなぁ。ちょっと、寝床みたいな。グリーンが降りそうなとこや。すごい、足元を開けて、どんどん。何か暗いよ。あ、でもガンナー2でいけそうな気するな、サポーメント。多少は選べるけど。俺が 何がおるか全然かな。報酬が多いレダウが出ましたって出ました。これは荒れる。取り合い。でもちょっと雷のあの荒れてる状態やし、これは死ねるやつや。
早く発生してくれ。プロはきついぞ。ノラありにしてるかもしれない。ちょっとノラありにしてる。いいや、宇宙団にでいいな、もう十分や。スペシャル技あるの？普通にガンマン打ってるだけなんやけど。あー爆発やべえ。避けれんわ、そんなん。だって気になったな。範囲爆発やった。大丈夫？痛いところない？あの、できるんやったらやりでいいんやけど。ええよ。カゴが発動せんと死ねるやつや。全部できないと多分槍が一番楽やろ。カードできなさそうなやつ。あー、氷結もいい感じに当たるわ。いるわ、顔に当てたの。あの範囲爆破じゃない、もうボリボリ壊れる。氷結に弱い。
でも破けそうな気がする。鉄の方俺は比較的大丈夫やと思う。チップアタック以外は大丈夫やと思う。爆中アタック、爆中シップ素材がバンバン入るから。来た来た来た、危な。チップじゃなくてパンチやったんだ。なんで違うパターンやん。初めてやで、爆中パンチとか。やべやべ、尻尾攻撃だ。見えんの誰やねん。あ、それそれそれ、爆風がやべえ。前転してもダメやねん。お、なんか弱っとるぞ。頑張ろう。こんな当たり方あるか。うん、いろいろ壊るよね。されとんな。なんか増えるやつ。素材買ってみるのかな。素材買って返してくれるか。うん。雷で活性化している。触れればこのまま罠にできそうだ。何それ。何何何、やばいやばいやばい。
ガン投げか。これか。そんな浜の防御じゃん。浜に撃っちゃうか。天気良くなったかな。じゃあ危ない危ない。敵が邪魔だ。ちょっと危ない。させればいい。手がいっぱいでも死なないような気もなんかしてきた。ちゃうんかい、ここちゃうんかい。ここかい、ここや。結構移動すんな。ていうか、あの V 破壊攻撃がさ、あの30ダメージですね。普通に強いんやけど。チャージショット、手榴弾みたいな、鉄鋼榴弾みたいな。傷口なんか。やっぱよく天気が雷雲じゃなくなったからね。これやばかった。ああ危ねえ。バレるな。プレスでパッとね。
プレステのパッドがどんだけ持ってんの。あー危ねえ、何それ、全面死んでたんじゃねえか。あったあった、 VVV よし、楽しい。貫通弾でガシガシしたら弱点いっぱい出る。ウィンだ。どう。爆弾設置。爆弾を置いた。どう思ってない。ありません。あの支流が地雷。爆弾置いたよ。爆弾設置。どう思ってない。地雷を地雷設置。地面に埋め込む。どうやるんやんだっけ。三角と丸同時押し。なんか一個しか置けないのこれ。わあ。いや爆発した。場所がやべえな、壁、地面が全部光ってる。やばい、一発全エリア爆破あるんじゃねえか。やっぱ、くれんけどな。なんか出てる、弾が出てる、なんか何か大欲が出た。僕も一緒に行く。素材は持ち越せに。いや、くるくる行く。隠しよう、どこか。やることなくなった。くるくるペッコ的なやつはもう隠し。クリア。いや。すげえ。吹雪。あ、レーダーが追加されたってことか。よし、もうやることなくな、やくなった、やることなくなったんですけど。ハテナが飛んでたりせんか。なんか最後にしれっとポンって起きそうな気するけどな。ね、後半でなんかちょっとパッチで出してくるかも。何も早く狩られすぎやろ。もっと杖の早って多分言われてる。飽きたとか言われてる。ガンナーゲーやな。ヘビまだやってねえんやけど、どうなんやろ。でも多分スウェーが使えんとさすがに積みそうやけどな。あーガード強化して弓はダメやな。弓はちょっとあれ強化せんと話にならんかったな。
まあ、でも、あの、あ、V 破壊が強いんかな。マジカーちゃんみたいになるかな。強そうだけどね。プロモではドグマ、マジカーちゃんとか。よし、今日は俺か。あいよー、あいよー、ジャンニー。また、ナイトさん入れて。うん、そうだね。はい、あいよー。手のゲームフェイヤー。